ほら最近のアメ車の足はよくできてるね。遊びがないもん。ほら、うん、ほう昔はだってさハンドルこんなに回したって反応しなかったのに今さ今速度としてはもう10キロも出てないですもんね。出てない。6キロ7キロで歩くような速度です、ね、左右差なくちゃんと反応してるって。これもう本当にこれ、うん、これ欧州、何度も言うけど欧州車だよ、このこの辺のね作りの精度って。で昔みたいにグニャ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 したブッシュを使わなくなって、あで車体の遊びもしっかりとやっぱりスポット打ってあるから、うん、遊ぶ部分がなくなってるよね。むしろ日本の車の方がひどいよね、こういうところ。あほら反応する、右も左も綺麗にこう反応する方、うん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 、それでねN 付近の直進反力がすごい高いよね。片手運転でこうやって長い時間乗るから。いやだからこういう今これこうだんだんだん洗濯板みたいになってる、うんうんうん、こういう路面のいなしもあの知ってのように、うん、あの街に入るところにフリーウェイホップって洗濯板みたいな路面 の、 あのブレーキでどん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 洗濯板になっちゃう場所が、アメリカのフリーウェイホップって条件があるわけだよね。でそこをいなさなきゃいけないから、うん、こういう洗濯板のいなしってやっぱりすごく全然いい予報。この今橋の段差だってほら綺麗なもんだもん。使い差はないですよね、うん、これ音もさ、ね、排気の音で綺麗な音してるよ。 V 型エンジンの綺麗な音してますよ ね、 だからね。なぜかっていうとねエンジンの上のカムカバーや吸気の雑音じゃないのよ。排気の音なのよ。だから音が綺麗なのよ。メインは後ろの床下から来るマフラーの音でしょ。ほらああいう嫌なメカニカルノイズは抑えてむしろはあの排気の音だけ入れてあるよって。これ結構気持ちいい音しますね。これは気持ちいいよ。これこれ右ハンドルあったら本当最高だよ。でアメ車の場合欧州車って言って値段もそんな高くないしね、うん、である意味じゃ耐久性ってアメ車は抜群にいいわけだから。あだって彼らの走行距離っていうのはだいたい20万から30万キロは当たり前に通常使うわけだから、だから変にこう凝った細かい仕様になってないわけで、エンジンのセットもね変にピークパワーを追っかけないのは、うん、標高9000フィートでね。ああそっかそっか。要するにじゃあそこへ高性能ターボなんか持ってったら簡単に壊れちまうわけよ、うん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 、だからわざとこういうセッティングにしたんだよね。あだから耐久性って面で見たらアメ車買っとくのは、だからアメ車はもう何十年も乗れんのよ。だから俺いつも言うんだけど、うん、車に乗ろうとしたらその国のねそういう道路環境生活環境だから文化っていうのを理解して、はい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 、日本にいてアメリカの文化の商品が楽しめるんだよって、それが車なのよ。だからただ単に目の前の車見てねアンダーだオーバーだの滑ったの転んだのってこんなことばっかり言っててもダメよ。でアメリカを楽しめばいいのよ日本にいて。キャデラックの XT5、 まずこれアメリカ車のねやっぱり高級 SUV の代表としてこう持ってきました。まあ、あのアメリカでこの手の SUV どんなシーンで使うかっていうと、まあ、12月から3月の間ねあのフリージングレインって言ってアスファルトの上に透明な氷が張りますよ、まあ、そういう時には普通の車じゃ危ないから SUV の四輪駆動に乗りますよ、タイヤはオールシーズンですよってこういう組み合わせですよね。で要するにこれもう冬の間はビジネスライクにも使うし、まあ、日常生活にも使う。で春夏秋になると実はこの手の車って家族、みんなで乗って国立公園のロッジやキャンピングに行くよ、あの実はそういう家族ファミリーとしての、トリップ旅行とそれから冬場のビジネスシーンとこういう実はちゃんとした使い方ってあって、
その上でこの XT5 みたいなこういう高級 SUV っていうのは出てくるわけですね。まあ今日乗ってみましたけどね、もうハンドリング、エンジンの味付け、それからこう音は排気の気持ちいい音が聞こえてくる、ある意味じゃアメ車って言葉はもうもしかしたら死語でね、アメリカ製なんだけど中身はもう欧州車だよ、まあ、こういうレベルまでこう性能的には向上してますよね。あの正直言って僕は結構この素直なハンドリング、それからとにかく乗り心地がいいです。このフリーウェイホップも綺麗にいなす素性を持ってきて、こういうとこ乗ると橋の欄干とかそういうとこの段差も全く気にならずに滑らかに走ってくれる、こういうアメリカのこの車の使い勝手からアメリカのフリーウェイホップのような乗り心地、それにヨーロッパ車のようなハンドリングやエンジンの動力性能、こういったものが組み合わさってきたんで、まあ、日本でもねもっとこの手の車って僕いっぱい走ってもいいんじゃないかななんて思います。残念ながら今はね左ハンドルしか設定されてなくて、でちょっとこの大柄なボディなんでね、ちょっと買うのは躊躇しちゃうっていう分があるかもしれないんですが、もしこれの右ハンドルなんかがあって日本で使おうとしたら、ヨーロッパ車のハンドリング、アメリカ車の乗り心地、それからアメリカ車としてのビジネスユースやファミリートリップに使える大きなラッゲージ、こういった本当にマルチにいろんなものが揃ったいい車だと思います。レバーはちょっと遠いねやっぱりね。やっぱ全体的に大きいからですかね。だけどこれ2メーターないんでしょ。これステアリングダンパー入ってんだね。反応しない方、見て方、方、これだけ切っても方。あ、本当だ。方、うん、いやこれね左右差がないし、うん、遊びとかガタで出てんじゃないんだよ。要するに最初からこういう風に作ったんですよね。そう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 。これはね最初から精度感がないわけじゃないの。精度感はちゃんとあるけど反応しないのよ。うん、これだけ切ってもほら。はいはいはい、そういう作り方をしてるってことですかね。うん、これがオフロードのノウハウだとすればノウハウなんだろうね。本当に路面で取られないようにね。ジムニーなんかもステアリングダンパーつけてあるじゃん。ね、キックバックから守るためにね、うん。それがないととてもじゃないけど乗ってられない、ね。やられない。こうやって40キロぐらいまで上がってくるとまあ普通だよねこれ。うんうん、で前じゃなくてやっぱり後ろがブル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 残るね。フロントが逆にこれすごくこのこういう波状路もね、いなしが良くて後ろだけ結構コンコンって残るから、だから一昔前の BM みたいに後ろをどっちかって固めて前をしなやかにして、このでっかくて大柄のボディをこう軽快に走らそうとしてんのかな。後ろもちょっと柔らかくてもいいと思うんだけどな、ここまで突っ張らせなくたってもうちょっとストロークさせてもいいと思うんだけど。ちなみにこのモードを切り替えてみましょう。はい、今ノーマルでしたよね。うん、あ、じゃあコンフォート、コンフォート、今度そうすると今度、あ、今度後ろが沈む方。あ、沈みますね。ほう、こうやって見てすっごい後ろが沈む方。動きが大きくなりますね全体的に。ね、でこれまたノーマルに戻してきてる。ノーマル。もう後ろがフロントの倍ぐらいストロークして入ってくね今の。確かに動き方変わりますね。ああ、こうやると後ろが今度しっかりしてくる。うん、だから前よりむしろ後ろの方の姿勢をコントロールしてるね、うん、このモード。コンフォートで3列シートで一番後ろに人2人乗ったらあれ沈んじゃう。結構沈んじゃってきついと思う。でもこのノーマルぐらいの硬さがあれば後ろに人が2人乗っかっても3列シートね、うん、車のバランス、まあそれ考えるとこのぐらい硬くせざるを得ないのかな。今ノーマルです。うん、1人の時は硬いと思うけど、あと後ろに2列シートがあること考えるとこのぐらいなのかな、やっぱり。やっぱりでも前はやっぱりこうやってちょっと前に荷重かけるとこうやっぱりお辞儀してっちゃうのはしょうがないな。
その分ちょっと後ろがむしろ硬くして突っ張ってるから、うん、いやでもこの2トン500をよくここまで抑えてるとは思うよ。考えたら 2.5 トンですもんね、うん、これだけ 2.5 トンのこれだけ背高い車こうやって前に荷重入れていじめてもこの程度で済んでるってことはランクルもどん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 これ進化してるよ。はい、新しくなったねトヨタのランドクルーザー、もうこれはもう今度のこの顔見てもね、こうボンネットわざと盛り上げて俺はもう陸の王者だとこういう面構えでね。でただね僕これ実はね中近東で乗るんですよ。中近東の砂漠のスポーツ、もうとにかくね50メートル100メートルあるようなこうすり鉢のあり地獄の中にドーンと入ってってドーンと上がってくる。やっぱりこういうとこ行くとランクルのもう一人舞台なんですね。で他の車持っていくと砂に埋まっちゃうんです。ランクルだけがねもう地獄のすり鉢みたいなところを縦横無尽に走っちゃうよ。まあランクルの本当のオフロードのたくましさってこういうねごく砂漠みたいなものでこう痛いほど僕何回も乗ってね楽しんでるんですけど、やっぱりそれがこういうモデルチェンジをしてきた。で砂漠行ってねこの 2.5 トンっていう車重で考えるとねもうすぐに砂に埋もれそうなんですが、やっぱりそれがこうすごい力強いんですね。でもう特にこういうところをバーンと砂をかじってもちゃんと下からさーっと吐き出すとか、それからこう前後の重量バランスがいいし足のしなやかさがこう砂の路面にきれいに合ってるとか、本当にそういうとこ行って乗るとこの車ってなんかこうマジックじゃねえかと思うような良さなんですね。まあ、そんな車を今日このねタンパイクで乗ってみたんですが、やっぱりこの 2.5 トンの重量っていうのはやっぱりタンパイクみたいなところで行くとちょっとやっぱり車としては結構ハンディがあるな。ただ全型に対してねやっぱりこのサスペンションまあややもすると後ろをこうしっかり固めてね前を軽快にしてこう取り回しやすくするよ、こう車の警戒感を演出するよ、こんなセッティングにこう変わってきたっていうのはだいぶ全型とは変えた味付けになったな、ある意味じゃ警戒スポーティーみたいなこう味付けの足になってきたなと思います。まあ、ただこういうところで乗るとどうしてもねアクロのキックバックやなんかでいなす部分と、そうは言ってもこういうところで山道走るとハンドリングで入力が入る部分と、この両立ってのはやっぱり難しいんだなっていうのも感じます。まあ、ただこの手の車もね一年中砂利オフロード走ってるわけじゃなくて、オフロードまではやっぱりこのタンパイクみたいなねこういう道を80キロ90キロで走りながら移動して実際に入っていくわけで、やっぱりこの車のこういうちょうどこのくらいのステーションの快適性、ハンドリング動力性能やっぱり必要なんですね。うん、まあ今日乗ってみましたけど全型からはそういう意味で相当進化してるな、それは感じました。まあ、ただただやっぱりオフロードとじゃあ両路をどうやって両立するんだってとこではまだ難しい部分はいっぱい残ってますが、まあランクルそのものがこれからねどんどん成長していけばいいと思います。まああと一言で言えるのは700万800万っていうこの値段でこの装備でこの仕様の車が買える、僕は正直超バリューでお買い得だと思います。やっぱりそれも世界中で愛用されて生産台数が多い、生産台数が多いことによるコストダウンが実は700万800万って値段でこれだけラグジュアリーな仕様とこれだけこういろんな装備がついた車が買えちゃうよ、ハイバリューにしてる、やっぱりこれも世界で愛されてるおかげかなって思います。見てくれ以上にバリューが良くてお買い得な車だというのはつくづく感心しました。